なんだモンスター、質問か？イエズスカイ宣教師、誰がいたんですか？じゃあみんなでこれ見よう。今回は日本史、安土桃山時代、イエズスカイ宣教師です。それでは鎌倉先生、よろしくお願いします。はい、了解しました。今日は、安土桃山時代のイエズス会宣教師をやっていきます。まず、イエズスから、いすず自動車とリンクさせ、車を使うラリー、パリダカールラリーをイメージしましょう。パリダカールラリーはフランスの首都、パリからスタートします。いつ馬でも、走れ走れ、いすずのトラック。今日はこれからパリダカに出ます。一旦、ロールスロイスに乗り換えて、ロールスロイスに乗って、目指すは、スタート地点のフランス、パリ。さらに、ここで、パジェロに乗り換えます。地図で、レースのコース、ガソリン、そしてオイルのチェックをします。フランス、パリ、ロールスロイス、パジェロ、コース、レース、ガソリン、オイル、フランス、パリ、ロールスロイス、パジェロ、コース、レース、ガソリン、オイル、フランスからフランシスコ、ザビエル、パリからアレッサンドロ、バリニャーニ、ロールスロイスからルイス、フロイス、パジェロからジェロニモでジェズス、コース、レースからコスメでトルレス、ガソリンからガスパル、ビレラ、オイルからウォルガン、ティノ。それでは黒板にまとめていきます。リンクワードはフランス、パリ、ロールスロイス、パジェロ、コースレース、ガソリン、オイル、フランスからフランシスコ、ザビエル、パリからアレッサンドロ、バリニャーニ、ロールスロイスからルイス、フロイス、パジェロからジェロニモでジェズス、コース、レースからコスメでトルレス、ガソリンからガスパル、ビレラ、オイルからウォルガン、ティノ。それではそれぞれの宣教師を軽くまとめます。フランシスコ、ザビエル、イエズス会創立者の一人で、1549年マラカで日本人の矢次郎に会い、矢次郎の案内で鹿児島に到着。領主島津高久に会い、日本に初めてキリスト教を伝えました。鹿児島、平戸、山口、豊後府内で布教し、1551年に日本を離れました。アレッサンドロ、バリニャーニ、1579年から1603年の間に3回来日し、各地にセミナリオ・コレジオなどの学校を設立し、活版印刷機を日本に伝えてキリシタン版を刊行するなど、日本人の風俗、習慣に合った布教活動を推進しました。ルイス、フロイス、1563年に来日、1564年に13代将軍、足利義輝に会い、1569年に織田信長に会い、畿内、九州で布教活動をしていました。そう、朝山日常との修論に勝ちました。著書には、日本史があります。ジェロニモで、ジェズス。1594年、平戸に来日。当初、長崎や平戸で布教活動をしていました。1596年の26人聖人殉教事件の時は旅行中で逮捕は免れましたが、1597年にマニラに追放されました。1598年の秀吉の死後、家康に接近し、江戸に教会建設が認められました。コスメで、トルレス。1549年、フランシスコ、ザビエルと共に来日しました。ザビエルは2年3ヶ月で日本を離れましたが、トルレスはザビエルの意思を受け、
18年にわたって日本で宣教しました。ガスパル・ビレラ1556年に来日しました。1559年に上京し、1560年に13代将軍足利義輝から許可を得て京都、奈良、堺で布教活動を行いました。ウォルガン・ティノ1570年に来日、ルイス・フロイスを助け、都布教区長として京都を拠点に機内で布教活動をしていました。日本人の風俗習慣に適応した布教方法を推進し、織田信長の厚遇を受けました。京都に南蛮寺を建立し、安土に神学校であるセミナリオを設立しました。はい、今回の私のイエズス会宣教師の覚え方の講義はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなどリクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。Like you.